レシピを見ないで料理対決。あつさちあちです。こんにちは、えっちゃんです。そしてはい、どうもこんにちは、たかしです。 TV のたかしです。よろしくお願いします。たかしさんはね、以前レシピを見ないで料理といえばカルボナーラをやりました。私ね、はい、こちらに前にございます。この材料を使ってですね、今回お二人にレシピを見ないでパプリカーシュクルンプリ作ってもらいたいと思います。司会者が言うの言えないやん。パプリカーシュテンクルンプリです。聞いたことない。わかんない。何それ。はい、でもパプリカーシュって言っちゃってるよね。言っちゃってるんで、はい、これは当たり前だね。クルンプリ、クルンとする感じね。日本の料理ではない、ハンガリーの料理ですね。クルンっていう表現は多分違うね。違うね。ちょっと煮込みますね。煮込む。じゃあ肉なの。あー、なるほど。肉ですね。イメージついたかもしれないです。マジで。これじゃがいも使おう。玉ねぎ僕使います。ピーマンの肉詰めとかあるじゃないですか。うん、なるほど。それ煮込むの。うん、それやってるままだね。いきなり設計図開いたとこバーンやったけど。コルソメ。あー、そうか、味付けるとしたら味付けるんだ。じゃあそれ僕もじゃあ半分あげる。はいはいはい。僕、うん、シーフード入れます。シーフードも入れよう。トマト、あ、マカロニ的な。これ何だよ、これ何。ビーフシチューとか入れるような。じゃあつけちゃおうかな。よし、これで。いや、僕これで大丈夫。いいですか。はい、はい、ということでお二人とも材料、何ですかそのエプロン、めっちゃちっちゃ。ハンガリーはこういうエプロンです。基本的に家庭的なエプロン。家庭的サイズ的には、はい、多分違うけど、まあそういうことにしていきますね。まずはこちらで材料を切ったり、はい、混ぜたりしてもらいたいと思います、はい、パプリカといえばパプリカですよね。あ、切り方はやっぱりね、こうですよね。やっぱまずやっぱね、こうこうしてます。中身を、中身がいらないので取っちゃいます。これが器になります。あ、そういうこと。そういうこと。あ、すごい。これは蓋になりますね。パプリカをまずですね、こう適当に切ります、はい、あ、ちょっとしないぐらい。そうそう、みじん切りできる。涙が出そうだ。うわ、ちょっと横でやめてもらっていいかな。そうです、あと僕は胸肉を、はい、これぐらいですね。なんかよってどんどん進んでるけど、俺もう皮むくので終わっちゃいそうなんだけど今日。うわー、うまそう。絶対うまいと思う、これ。なんか残量的に見ると2人とも美味しそうなんだよな。これはもうね、じゃがいもはもう同じように適当に切ります、はい、これトマトってさ、うん、切ったらもうブヨブヨの出ちゃうよね。逆にもう攻める攻める攻める、はい、楽で、あ、いっぱい食べれるみたいな。じゃあお二人とも、はい、そろそろコンロの方に移動しましょうか。はい、はい、よし。それではまず、僕は煮るので、水を入れたいと思います。同じく塩。これはやっぱ塩は入れるな。じゃあ僕はちょっと沸騰してきたんで肉を入れますね。あーあっちゃ。ちょっと大丈夫ですか。やけどしないでくださいね。でちょっとここら辺来てからコンソメのこれを入れます。あ、じゃがいもはどうしたらいい。もう行った方がいいよね、じゃがいもはね。あ、足やばいですね、それ。よし、これで出汁は完成しました。次に僕はフライパンですね、マッパ油を乗せるんです、最初。こんな感じですね。あれ、汁入ってる。油入れた意味がなくなっちゃった。そしたら俺もね、入れます。じゃがいもちょっとまだね、硬そうだけど、まあ、全体的にこれ入れれば。あと、じゃあウインナーも入れよう。たかしさんのすごいなんかいい感じ。あ、なんかトマト煮みたいな、いい感じ。ほら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 、なんか僕何作ってるか分からなくなってたな。自分でゴール見失っちゃってる。玉ねぎなんで入れたんだよこれ。なんでこんなみずみずしい。なんかこれ違うな。お肉入れるっていうパターンあるもん。そうですね、焼きましょう。こうですね、こういきましょう。どれぐらい入れたらいいの。ちょっと分かんない。醤油ってあんの。ハンガリー日本館急に出しちゃったよ。こういう感じですね。で、これこっちに入れちゃう。戻すの。そう結局ちょっといい感じになってきたぞ。あ、これ葉っぱ、これあれ、いや、これいつ入れるの。今入れた方がいいじゃないですか。そうよね、はい、入れるとしたら多分今だよ。今ですね。あ、でもなんかこれだ、絶対これ。これあ、でもぽいですもんね。ぽいぽいぽい。ほら、うまそう。うまそうや。多分なんかもうこうやって、ね、あー、ありそうですね。でもこれ食べるようなんですか。え、食べれないって変わんの。細かく切ちゃって食べれないやつだったら、まあ、ちょっと補足いたしますと、そちらは、下しません。取り除いて、そう取り除いて。これ取り除いて。この予定だったんですね。そうそうそう、もともとね。
にトマトが入りましたね。トマト入れます。よし、これでいいかな。これで、はい、トマト入れていく。あ、あ、なるほどね。そう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 。おお、で、こう入れていって、あー、これスープを入れて、で、これ蓋してあげると、それ、はい、おー、完成ですね、これで。うわ、これちょっといい感じだよ、ほら。うわ、俺もこれナッツいきますから。これちょっと多いかな。こんな感じで。できましたか？できました。はい、ということでこちらパプリカアシュークレンプリでございます。ね、僕のこだわりはですね、パプリカそのものを器にしようかと思って、まあそこに肉と、魚介をすべて入れるという。何より見た目ですね、これ。僕はやっぱ家庭的っていうのはもうね、一番ね。全面に出して、はい、ポイントは砕いてしまったこの葉っぱが至るところに入っているところですね。こちらのシーズン方法といたしましては、本物のパプリカアシュークレンプリにより近い方が勝ちとなっております。はい、じゃあまずね、よっちの方から食べてみましょうか、はい、これちょっとスープなんで、やっぱちょっとスープつけたいんですけど、スープがね、ちょっとねつかないね、つかない、あ、だから下にやると。じゃあちょっといただきます。はい、じゃあ高橋さんもちょっと紹介してもらって。マジで？いただきます。え、美味しいかも。うん、美味しい。うまい。なんで？あ、うまい。マジ？普通にコンソメスープなんで、うん、すごい、うん、うまい。じゃあ続いてね、はい、スタッフさんも食べてみましょう。はい、やります。どうだっけ。うん、うん、美味しい。入れすぎた塩。ちょ、あ、僕好きですね、この塩しようとしてる味が。え、普通に美味しいです、これ。やった、うわ、なんかすげえありそう、これ本当に家庭的にありそうだから。どうする、これ。では、本物のパプリカアシュクレンプリの作り方、ご説明いたします。はい、使うもの、パプリカ。おお、やっぱそこは、そこはよかった、そこだね。チキンブイヨン、コンソメですね。おお、塩、トマト、待って、マジで。玉ねぎ。おお、玉ねぎね。じゃがいも。おお、ソーセージ。うわ、赤ピーマン、サラダ油。以上です。まず、玉ねぎを炒めて、じゃがいもを入れて煮ます。そしてコンソメとパプリカを入れて煮立たせて、トマトを入れて、ソーセージを入れて完成です。高橋さんのやつが、このカシューナッツ以外ほとんど正解なんですよ。マジで。そうなんですよ。ということで、もう高橋さんのもうダントツ勝ちですよ。やったー。これはすごいですね。今自分でも引いちゃうぐらいの結果。すごいですよ。マジで。素材めっちゃありましたからね。本当に。その中から選んだってすごいですね。え？え？自分が分からない。はい、ということで今回は高橋さんの勝ちでした。やりました。はい、それでは皆さんね、もう高橋さんすごすぎる、まあよっちのある意味すごすぎると思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。またねー。